はい、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは。これ、いつ早急化の西。オールスター西。オスですか？わからん。オスっぽいのが見えとったけどね、でもはっきりわからんね。早急化やでこれ。めっちゃ。そうです。他のは全然、うん、良質も作ってない。あ、これ、西、オスやね。オス。赤いの、うん、めっちゃちっちゃい。これ測らんでいいぐらいちっちゃい。そうね、顎っていうか内視がもうメスが浮かふちょっと不正やったもんね。61ミリ、うん、これも完全に固まっとってこの色やけんね。すげえ色。ちっちゃいとここの特徴が出にくいね。ここのここの、うん、ここの特徴がね。すげえうんうん、出にくいです。色はすげえですね。うわ、 G っぽい。ほんとや、色はマジすげえです。すげえです、すげえです。いや、これ親より赤いじゃない。色、うん、色分からんもんね。まだもうちょっと置いとってみるの分からん。あ、そうやって、こっから少し変わってくるかもしれんじゃん。そうや、そらそうや。お前はそんな髪のごとく分かるわけ。もうこれで決定値。いやいや、だって分からんけ聞きよって。いつ浮かしたかも俺分からんもん。はい、これも昇級か。うん、パラワンのこの前のやつの続きだ。もうどんどん浮かしてくれ、多分ちっちゃいのが。いや、これはさすがに洋室めっちゃちっちゃいけん、ちっちゃいと思うよ。前回104とかやった。うん、普通サイズやったね。これも本当食べてないですね。うん、品種はね、食べる暇なく浮かしとるけんさ。食べてないですよ。パロワンね、ヤゴが長いけんある程度サイズが出ちゃうね。言うたってあんまり取ってなくて。そうね、質量が少なくて済むよね、ヤゴやったら。ちょっと赤いなとしてる。今のは104やった。104でした。上の上司で測るけど、デッパトルお尻では測らんけど。ああ、そうね。これぐらい。100ミリ。100ミリ。うん。101はあるな、多分。101ミリ。うん、101.4 ぐらいかな。ああ、やっぱこの感じでは、うん、でかいのは出らんちゅう。そう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 。もちろんそう。そんな感じです。はい、今回はちょっと早く浮かしてしまったパラワンとオールスター西。ちょっとどこじゃないって。ちょっとどこじゃないよ。ちょっとなら全然大丈夫やね。はい、多分4ヶ月早いよ、予定より。そうね、4ヶ月先ちごと今に6月ぐらいに浮かしてくれればちょうどよかったぐらい。そうか、 9月か。はい、今回は2頭の掘り出しでございました。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。